第26編怪盗非戦第1章おい権兵衛さん茶をもらいたいんだがね小さい権兵衛さん万三郎は戸を叩いて叫んだうるさい戸の向こうから声がした寝ぼけたようなもったりした声で続いて大きなあくびをするのが聞こえた「うるさいなんて 不二情なことを言うなよ。喉がすっかり乾いてるんだ。カラカラに乾いて喉笛がひりつきそうなんだ。頼むから茶を一杯くれないか。うるさいと言ったらうるさい。少しは黙って寝たらどうだ。それは寝たいさ。寝たいことは山々なんだ。しかしこう喉が乾いていては寝ようにも寝られないんだよ。な、頼むよゴンベイさん。 茶を一杯だけ頼むよ万三郎は一人でニヤニヤした暗くてその笑い顔は見えないけれども彼は満足であるし活気に満ちていた手紙はもう届いていた監禁されてほぼ10日目正確な日はわからなくなっていたがほぼ10日目にようやく目的を半ば達したのである彼の 押し込められているのは石蔵の地下にある奥の仕切りで何をしまうために使われたのか床が張ってあり三方は板壁になっていた仕切りの隣にはいつも2人の番師が爪切りであった昼夜二交代で1人はひなをかけた銃を持っている食事その他のようで出入りする時には銃を持った方が絶えず万三郎に狙いをつけて 動くなよ、一歩でも動くと撃つぞ、などと度々威嚇するのであった彼は初めの3日で脱出することを諦めた自分が帰らなければ兄たちが何か手段を講ずるだろうと思ったしかし交代する蛮師たちの会話を聞いて一味が甲府で事を起こそうとしているらしいという情勢がわかるとそのまま暗官としてはいられなかった そここでで脱出出を図っってみたた。が、が自分が抜け出すことは不可能であっただが不可能では済まない彼は考えられるだけの手段を考え実際抜け出す隙がないかどうかを飽きずに工夫し続けたそうしてネズミを使う方法を思いついたのであった天井の一偶に隙間のあることは押し込められた時から分かっていた 昼のうちはそこからかすかに外の光が漏れるのである彼はそこを調べてみて土台の石と石の間に赤子の拳くらいの隙間のあるのを発見した「これが使えるぞ!」万三郎はその時一人で踊り上がったそれからネズミを使うことを思いつき手紙を首へ結びつけて人の足音がするたびに その隙間から紐をつけたネズミの死者を外へ出したのであった万死の交代時間は分かっていたそれがちょうど6日目にあたる昨日の夕方ようやく人の手に渡ったのである相手は少女らしかったそして石の隙間から「この手紙は誰か安心な人に読んでもらってきっとなんとかしますから」というのを聞いた彼は どこかで聞き覚えのある声だと思ったがそれを思い出している気持ちのゆとりはなかった「閉めた閉めたこれで役目を果たしたぞ」とわめき出したいのをやっと辛抱するばかりであった第二章それから丸一日万三郎は自分のことは考えず兄たちが甲府の方へ手配するだろうということばかり考えていた「どうせ」 俺を助けになんか来やしないさ何しろ花田の兄も Q さんも第一義で凝り固まっているんだからなこう思い込んでいたしかしまる一日たって日が暮れかかる頃からふと一種の予感のようなものを感じたことによると助けに来るかもしれないどうも助けに来そうだそんな気持ちがし始めたのであるそうだ もしかするともしかするかもしれないぞそんなことをつぶやいたそれから騒ぎ始めたのである兄たちが助けに来るとすれば万子を疲れさせておく方がいいそう気がついたからであったなあ頼むよでかい方の権兵衛さん万三郎は尖ったく本当に喉がカラカラで目がくらみそうなんだ茶を一杯だけでいいんだから ゴンベイさんでかい方のゴンベイさん黙れ我々を苦労するかしきりの向こうで怒鳴る声がしたでかいゴンベイだの小さいゴンベイだのいい加減にしろ我々にはちゃんと生命がある何がゴンベイだだってその名前を知らないんだからしようがない名前がわからなければ名なしのゴンベイ2人を区別するために でかいの、小さいのこれで理屈に合ってるじゃないかなあでかいほのゴンベイさん黙れ黙れ黙れと言うんだ茶をくれれば黙るよええクソ人をバカにするなでかいゴンベイだろうしきりの向こうでそう叫びながら足踏みをする音が聞こえた顔を真っ赤にし拳を振り回して 怒っている姿が見えるようで万三郎は声を殺しながらクスクス笑った「人をバカにするな!と」とでかいゴン兵衛は続けた「貴様酔いのうちから茶をくれ茶をくれと言ってもういつたびも茶を飲んでいるじゃないかその合間には何かわめき散らすドタバタ暴れる一体どうしようというんだ何のためにそう騒ぎ立てるんだ」 すまなかったねそんなに怒るならいいよこう言って万三郎は黙ったなんというやつだ本当にゴン兵衛はしばらくブツブツ言っていた彼らは着たままごろ寝をするらしい片方のゴン兵衛が何か慰めるようなことを言いでかいゴン兵衛の横になるらしい物音が聞こえた万三郎は待っていた首をすくめたり 声を忍ばせて笑ったりしながらそうしてやがて2人のゴンベイが気持ちよくウトウトし始めた頃を見計らってげんこつでどんどん戸をたたき破れるような声で叫び立てるのであった「ゴンベイさんゴンベイさんちょっと起きてくれよどうしてもダメなんだ喉が渇いてどうにも我慢ができないよゴンベイさん小さいゴンベイさんちょっと起きて茶を頼むよ」ねえ。 小さいん頼むよそして戸をむやみに叩き続けた第三章「畜生殺してくれるぞ」でかいごん兵衛だろう。そう喚いて羽を切る気配がししきり戸のところへ来て悲鳴を上げるように叫び出した貴様今何時だと思うもう夜中だぞ夜中を過ぎようとしているんだぞ畜生。 一体何のためにそう騒ぐんだどういうわけで俺たちを寝かさないんだ何のためだ喉がね乾いているんでね俺は誓って言うが貴様を殺してやる引きずり出してこの手でこう締め殺して体中をめちゃめちゃに踏みにじってやるこうこうこう彼はズシンズシンと足踏みをした怒りのあまり狂人のようになった 仮想の万三郎を踏みにじっている姿が、これまた鮮やかに見えるようであった。いいか本当にこうだぞ貴様なんぞいずれは殺される人間なんだ。俺がちょっとそういうつもりになれば、今が今だってぶち殺してやれるんだ。脅かしだなんて思ったら大きな間違いだぞ。わかったかわかったよ。よくわかった。そんなら黙れ。黙っておとなしく寝ろ。ああ。 そうするよ。騒がずに寝るか。騒がずに寝るよ。きっとだな。きっとだよ。相手はちょっと沈黙し、それから念を押すように言った。そんなことを言って、また騒ぎ出すつもりじゃないだろうな。そんなつもりはないさ。と万三郎が言った。だがね、喉が渇くんだよ。確かにひ という声であった。おそらく逆上をしたのであろう。たったっとしきりと殴りつけ。おい鍵を出せと小さいゴンべにどなった。ひなわに火をつけろ。鍵をよこせ。俺はもう犯人がならない。俺はこいつを殺してやる。えい、ー、ちくしょう。俺はもう。おう待て。そんなことを言ったって。黙れ黙れ。鍵をよこしてひなわをかけろ。俺はこいつを。 いけない、けなそんな乱暴な「ね、ええよこせ邪魔をするな待て」と言ったら「はっ誰だ!」2二人のゴン兵衛が同時に叫んだそしてほんの一瞬間心と物音が絶えたほんの一瞬間今までの騒ぎがピタッと止まり異様な沈黙が広がった、まあっ次の刹那に2人のゴン兵衛が悲鳴を上げた クセモノだ万三郎もあーっと声を上げた助けに来てくれたそう直感したのである彼は古い立ったそぼしてシキりドに向かってその若くたくましい体を力いっぱい叩きつけそぼして絶叫した Q さんここにいるぞ第4章2度3度 岩をも砕けようとばかり体当たりをくれたしきりとは少しきしんだが価値いのがんちょぼな造りでもちろん壊れるよぼな景色はみじんもなかった「急さんここだここだ」喉いっぱいに叫んでそれから耳を澄ませたしきりどの向こうでは荒々しい足音がし二人の権兵衛の怒号に続いて九之助の力ある声が聞こえた じたばたするな騒ぐと切るぞ万三郎はニッとびしょぼしたでかいゴン兵衛がつい今しがたひなわをかけると言っていたもし小さいゴン兵衛が言われる通りにしていたら誰かが倒れたことだろううまくいったまるで示し合わせたようであった二人のゴン兵衛を疲れさせるためにからかっていたことも急之助たちが救助に来た時刻も おあつらえどぼりになったが万三郎はふと権兵衛の一人が今鳴子を引けと叫んだことを思い出した救援を求めるあいつだ万三郎はまたしきりとに体をぶっつけながら叫んだ外に注意してください救さん女性の者のがやってきますよだがその時早くも鍵を回す音がし戸がさっと開かれた 之助と小野田がいたいたやすいません万三郎が言いかけると九之助は目もくれずに二人のゴン兵衛をせき立てて万三郎の後へ彼らを押し込めたあちょっと待ってください万三郎は追っていって私のを取られたから代わりをもらっておきますよどうせイワシみたいな代物でしょうがねそしてでかいゴン兵衛の刀を取って腰に刺し 相手の肩を優しく叩いた。《後で大将から私のをもらいなさい》《いろいろお世話になりましたねお二人ともどうか気をつけて》早くしろ三郎》《急之助が怒鳴った万三郎が出てしきりどに鍵をかけると中でどっちの権兵衛かが叫んだ》《貴様ら逃げられやせんぞ》三人は素早く階段を登った 石蔵を出たところに太田助が立っていたそして出てきた三人に向こうを指さして見せた松明の火がざっと数えて十五六この石倉を取り巻くように並んでいたそうしてその間間に刀や素やりの穂がギラギラと光るのが見えたあの晩と同じだ万三郎はそう思い「気をつけろ弓があるぞ」言いながら刀を脱ぎた 之助たち三人は十分に身支度もしていた足ごしらえをしたすきあちまきに袴のももたちをとってどんなにでも活躍ができるが万三郎はそうするいとまがなかった帯も袴のひももきっちりとはしまっていないしこの家の花尾の緩んだ庭草履も履いているだけだったまたこれで叱られるなそう思いながら彼は と造り抜いた第五章三郎俺についてこい九之助が言った太田は左小野田は右だ固まるなそして三方に開いたと思うと取り囲んだ敵の中へまっしぐらに切っていった万三郎は九之助から離れないように同時に敵は自分が引き受けようとした縄に気をつけてくれ彼は思い出してわめいた 地面に縄が張ってあるかもしれないぞ。足を取られるな。小野田又兵が、おうと答えた。敵は、槍と刀,と刀と二段に構え、踏み込めば下がり、力を抜けば押すという柔軟な戦法を取った。九之助は、庭の仕切りの木戸の方へと、次第に位置を進めていったが、敵もまた巧みに回り込んで、その人数と松明とで、いつか四人をがっちりと包んでしまった。 無駄な抵抗はよせ敵の中から叫んだ。刀を捨てろもう逃げる道はないぞだが、その時、敵の背後に少ししゃがれた高い声で。逃げる道はあると絶叫するのが聞こえた。そちらのご兄弟、女性をするぞ隙があったら切り抜けてゆかれこいつらは引き受けたそうしてその声の怒ったあたりから敵の囲みがさっと崩れたった。 切り込めと九之助が叫んだ又兵と太田和助は左と右へ九之助と万三郎はまっすぐにしきりの木戸へ向かって猛然と切り込んだあの声の主はどうしたかその男は黒い覆面をし黒しょ族でひちょぼのように戦っていた松明の光を映してその刀がキラリキラリとひらめきその一戦するたびに敵を倒していた ヘイヘイヤ腹も貫く予防な掛け声と倒れる敵の悲鳴とがまるでその腕のさえを証明するかの予防に辺りもあ視ちて響いた敵の囲みは乱れた誰だろう万三郎には誰だか見当がつかなかったこっちだ三郎急之助が叫んだそこに軌道があった太田が走ってき後から小野田又兵も駆けつけた「早く 何をしている三郎あの人がバカ者を急げと言うんだ彼らは木戸を抜けた後から五六人追ってきた大高助が足を返して先頭の二人を斬ったもらったケーキのいい声を上げその通り鮮やかに左右へ斬って取ったすると残った四五人はバラバラと逃げた九之助たちは母屋の脇を走り抜けた もちろんその騒ぎを知らないはずはないのに漏れてくる明かりの気配もなかった大丈夫だろうか万三郎は堀のところで振り返った庭の方ではまだ大きな掛け声と悲鳴や怒号が聞こえ松明の日の揺れ動くのが見えた第六章二丁をかけた船が 須崎弁天社の海際につけてあった待っていた梶原大九郎と村の伊兵の二人が4人を迎えてすぐに船へ乗った船の中にはもう一人落ちずがいて「まあよかったご無事でしたのね」万三郎を見ていった暗いのですぐにはわからなかったが各のおの座を取って船が出ると万三郎はようやく気がついて「ああ!」 おえったのかえ。私でしたのそうかうんそうだったか万三郎は二度も三度もうなずいた彼の目には涙がにじんだ土台石の隙間から聞こえたのはこの娘の声だったのだ増上寺三本の和光の時も助けられ今度もまたこの少女のために助けられた彼は いつか兄たちのすることをひそかに怒ったことがあった判事やこんな少女に危険を犯させるなんてひどいしかしそう思った彼自身が二度まで危ないところを救われたのである三郎あの覆面の剣士は誰だ船が大川口に向かって進み出すと九之助が弟の方へ振り返って聞いた誰でしょう 私も知知りません。太田は知っているか。い,い,いや太田和助は少しどもる癖がある彼は一刀流ではかなりの腕があり江戸市中の剣士にも顔が売れていただがその彼にもあの覆面の女性者には記憶がなかったよく見るいとまはなかったがすごいほど冴えた腕のようでしたねとどもりながら和助が言った 一頭一頭実に見事に相手を倒していましたあのくらい使える人はそう多くはないでしょう花田さんそう思いませんかえ何ですか万三郎は考え事をしていたのでこう聞き返してからうなついて答えた確かにあのくらい使える人は少ないと思いますねどういうことだろう久之助には珍しく そのことが頭からさらないようであった。敵にも気づかれなかった我々の行動を知り最も気球と思われる時助立に出てくれた一体どうしてそうすることができたのかそこが全くわからないほとんど不可思議というほかはない万三郎は暗い海の彼方へ目をやりながら一人で首を振ったり口の中でブツブツ何かつぶやいたりした。 その他に思い当たることはないし、思い当たる人もない。彼はそんなふうにつぶやいた。しかし、どうもそうとは思われない。あの人が突然こんなところへ現れるわけがない。だが、いや、その他には想像もつかないが、やっぱりそうとは思えない。私、永滞橋のところで上げていただきますわ。船が大川へ入るとすぐに落ちがい,い、 しかし九之助は承知しなかった。いや、橋場まで一緒においで、明日、家まで送って行ってあげるよ。第二十七編再会第一章九之助たち六人が泉谷の寮へ帰ったとき、 そこに中谷平馬ら3人がいるのでびっくりした彼らは十時ごろ久之助たちが益ヤへ出かけるのとほとんど入れ違いに帰ったのだそうですぐ後から女性に行こうというのを鉄之助が叱りつけるように止め風呂へ入れて酒や食事をとりながら待たせたということであった中谷平馬と沢野悠之助 それに判事の三人で林一郎兵衛は霧死にをし三人が遺骨を持っていたそれは無残だな万三郎が低い声で言ったあの娘は何と聞くだろうすぐにそう思ったのである小田原菓子の木池下屋敷にいる親衛は一郎兵衛と確か婚約があったはずであるそれが縁で八重は鉄之助の 囚われている妻子との連絡役も務めることになったし、親への成果のものであるこの寮を彼らが借りることにもなったのであった。みんな、稲い,い付けの一郎兵のためであったのに、その稲い,い付けが死んだと聞いたら彼女の気持ちはどんなだろうか。さすがの九之助もこの時は黙って何か祈るようにしばらく神戸を垂れていた。これより前。 ハンジと落ちずは廊下の方へ抜け出していた2人はお互いを発見するとあっと口を開いたまますぐには声も出なかった大きく目を見張ってお互いに相手を呆然と見守っていただが間もなく心と心で呼び合うかのように2人とも同時に立ち上がり廊下へと出ていった「事故ハンちゃん」。 廊下の隅まで行くとそう呼び合い様二人は抱き合った落ちずは判事の体に両手を回し判事は落ちずの肩を抱いた抱き合った瞬間落ちずは本能的な周知でつと身をそらした自分から抱きついた途端に自然とそうなった全く無意識な動作で同時に全身が火のように熱くなり体がわなわなと震えた判事の手も 不決断に迷った落ちずの周知は彼には理解できなかったが身を離そうとした動作が彼をまごつかせ肩へ回した手をそのまま抱いていいものか離すべきかに戸惑いをした「よかったわねあんちゃん」。落ちずは震え声で判事の腕につかまりながらた。 ドブ事に帰ってくると思っていたけれどでも随分心配していたわよごめんよチーコ肩から手を離しながら判事はじっと地図を眺めたあんなふうにして置いてきぼりにして悪かったでもああするより他にしようがなかったんだ勘弁しておくれねいいのよこうしてまた会えたんだもの勘弁するも何もないわでもさっそく苦労なすったんでしょうね おいらよりもおめえこそこう言って判事はふといぶかしそうな目星だおめえすっかり変わったな 2> 第2章着物もきれいなものを着ているし頭の格好やなんかまるで判事はちょっとどもったまるで人違いがしちゃったぜさっき見た時はどこかのお嬢さんみてえだった嫌だわンちゃんよしてよ落ちずは赤くなり。 たをあげて仏まで干したいくら髪や着物が変わったからって私がお嬢さんに見えるわけがないじゃないのだってそう見えたんだよそれにと彼はまぶしそうな目星だそれにおめえ大きくなったぜそう大きくなったしそれに何て言ったらいいかわからねえけどなんだか大人になっちまったような気がするよ あら嫌だそれは髪や着物のせいだわそりゃそうさでもとハンチは寂しそぼに言ったそれだけじゃねえさだっておめえもう15になったんだからな前のような格好していちゃ分からねえがそうやってきちんとするとやっぱし年が出るんだよそんな風に言わないでよ落ち はにかみながらふと悲しげに声をくもらせた。それは、ジューはジューだけれど、おとなびてみえるとすれば、わけがあるの。あたし、いまね、はんちゃん、おこっちゃいやよ。おがなにおこるんだいまね、あたし、げしゃやにいるの。げしゃやにあたし、うかがのなかちょうで、したじこになったのよ。ハンはんじは 目を丸くした全く思いもかけなかったしあんまりいきなりで継ぐべき言葉もないようであったそんなことを、無論あれさハ判事は孫ついていった無論おいらの怒る筋やねえけどでも一体どうしてそんな私もずいぶ分苦労したのよハンちゃんおちずはすがりつくような調子で ハンが去っったた。後の出来事を語った気がせくので話は前後したり脇へそれたりしたが聞いているハンチはすっかり参ったらしい世言から世言の手へ売られてゆくところではさも腹が立つというようにうめき声を上げたりくそ「クソ三畜生」などと拳で自分の腿を打ったりした「おいらがいたらその畜生めら」 一人残らずたたきのめして足腰の利かねえようにしてやるんだったのに私もあんちゃんがいてくれたらって随分思ったことよ落ちずはため息をついたでも松吉姉さんっていういい人に助けられたしこれからのことも見当がついたんだから不幸がかえって幸せになったとも言えるわこれからのことってお前これからどうしようって言うんだ私 松吉姉さんにみっちり仕込んでもらって中条第一の芸者になるのもう三味線や踊りのお稽古をしているんだけれどあのお師さんも筋がいいって褒めてくれるわそうだろうなきっと判事はべそをかいたような顔で顔を背けながら言ったおめえは利口だし勘がいいからうんきっと深川一のお名義になれるぜ 第三章あんたもそう思ってくれて思うともさハンジはうなずいたおめえは器量もいいし気端が利くしきっと評判の名義になれるよでもそうなるともうおいらなんざそばへも寄れなくなるな何を言うのあんちゃん何をっておめえだってそんなことは分かってるはずじゃねえかハンジは 足のつま先で廊下をこすりながらすねたような声で言った「ほらこんな町の宿なしで読み書きもできねえし手に職もあれやしねどうせ今にどかたか人足になるくれがオチだそんなものが深川で名手ての稽古なんぞに待って待ってよはんちゃん」んだ「はん私の言うことも聞いてちょうだい私が。 翌先の見当もついたと言ったのは自分だけのことじゃなく私たち二人のことを言ったのよおいらがどうするんだ私は私で誰にも負けない稽古になるわだからあんちゃんも何かしっかりした職を身につけて二人でお互いに稼ぐのよそうしてその時が来たらもしかしてんちゃんが嫌でなかったら二人で一緒に家を持つのよ 地図は言い終わると同時に真っ赤になり片手で髪を撫でるふりをしながら顔を隠した判事はどもりながらそっけない調子でこれもそっぽを向いていったそんなことはただのお話さ今おめえがそう思ってるだけのことだただのお話ですって売れっ子の芸人になればいい客が吐いて捨てるほどつく それこそ玉のこしってやつを断りきれねえほど持ち込まれるんだおめえが今口で何て言ったってそん時になれやおいらみてえなよして,よしてよしてよんちゃん落ちずは激しく遮ったあんた私をそんな人間だと思ってるのあんたが紀州へ行った後 自分が置いてきぼりにされたのも忘れてただあんたに会いたいあんたがつらい思いや危ない目にあっていやしないかどうかそれだけで気違いみたいになって夢中で後を追っかけていった気持ちをあんたわかっちゃくれないのねそんなことはわかってるよハンチはツッケンドンに行った今のおめえの気持ちならわかってるんだおめえはまだ地位だし人の納屋で寝た匂いが体についているけれども になって客に騒がれるようになればじゃあはんちゃんは私が芸者になるのが不承知なのね半次は黙っていたそうなんでしょはんちゃん知らねえぞそ,そんなことそうなんだわ芸者になるのが嫌なんだわ落ちずはぎゅっと唇を噛んだそれから半次がまだ子供であり自分の真実な気持ちなど理解させるのは無理なのだということを認めた そうだ、はんちゃんはまだやんちゃん坊主なんだこう思うことは落ちずにかなりな満足感を与えた第4章いいわはんちゃんもうこんな話をしましょう。落ちずは姉が弟をなだめるようにそっと半次の肩を押さえながら言ったもう少し経てばあんたにも分かってもらえるわもし。 芸者になることが間違っているにしても私に間違いがなければいいんだしそれは見ていてもらうよりしようのないことだこれからはまたいつだって会いたい時に会えるんだし私が変わるか変わらないかははんちゃんの目で見ていてくれればいいのよおいらのことなんぞほっといてくれハンジはんじはそっぽを向いた俺は自分のことは自分の好きにするよそれにすぐまた江戸を出ていくんだ 出ててくって中谷さんや花田さん達と一緒に行くのさことによると生きて帰れるかどうかも分からねえんだ私脅かすのね落ちずはじっとハンジの顔を見つめたハンジは大人びたふうに唇を曲げた何のためにおめえを脅かすんだだってあんちゃんあんた達紀州から帰ってきたばかりじゃないのおめえには分からねえさ 嘘,よ嘘だわそんなことその時2人の後ろに足音がし万三郎の声が聞こえたそうだ半次の言うことは嘘だよはっ半次が振り返った彼は近づいてくる万三郎に向かって喧嘩腰しで食ってかかった何が嘘ですかおいら一緒に行くんですぜ中谷さんに聞いてごらんなさいちゃんと約束がしてあるんだからまあいい そうコロナ万三郎はニコニコしながらお前たち二人には随分厄介をかけたこの私までが二度も危ないところを助けられているもうたくさんだおいら自分の好きでやってるんですぜそんな水くせえこと言わねえでおくなさい分かってるよ分かってるが物には切れ目ということがある私たちの仕事もどうやら最後の一押しというところへ来たし もうお前たちの力を借りなくとも済むお前とジー・ボーのことは花田の兄が引き受けるから今度は江戸で待っているんだそれはそれは中谷さんも調子したんですかもちろんさ万三郎は半次の肩をたたいたなあ半次私は今向こうでジー・ボーの言うことを聞いていたあら <laughs> と言って落ちずはパッと 両手で顔を隠した。お前はむやみに怒っていたが、私はチーボーの言うことが本当だと思う。チーボーはチーボーで一生懸命にやり、お前はお前で職を身につける。それがお前たち二人には一番ふさわしいように思えるんだ。他にも道があるかもしれないが、お前たち自身でやることが、お前たちには一番似合っていると思う。 あとは花田の兄に相談すればいいし私たちが帰ってくれば私たちも相談相手になるわかるだろうハン次万三郎は二人を押し合ったさあ朝まで一眠りするんだ地方をいじめるんじゃないぞ第五章ハンジと落地図の二人を綱に任せてから万三郎も中谷平馬と同じ部屋で 横になった奇襲の方はどうでした案外なほど楽でしたね平馬は例によって落ち着いた柔らかな口ぶりでゆっくりと話した土地が狭い上に何しろ領分の中のことですから彼らは公然とやっていたし我々が乗り込もうとは夢にも思わなかったんでしょう貯蔵書もすぐに分かったし 野も実にうまくいきました林さんがやられたのはその時ですかいやずっと後です平馬はちょっと目をつむった田辺は船で行ったんですが夜襲を終わって脱出する時港の方へ手が回ったものですから陸路を小ザの港へ抜けようとしたんです追っ手がかかったわけですねミロズというところで追いつかれまして そこでちょうど判事にあったんですが一応切り抜けたと思った時鉄砲を撃たれましてねたった一発でしたが林の背中から胸を射抜いてしまったんですそこで平馬は黙った万三郎も黙って目をつむった彼は林一郎兵衛をよく知らない顔つきも覚えていないがたった一発の弾に当たったということを聞くと。 何かしらそんな不運な影を持っていたように思われて心が痛んだ雨のようですね平馬がポツンと言った言われて耳を澄ますと久しぶり打つ静かな雨の音が聞こえた平馬は寝返りを打った「結気の方はどんな具合でしたか?」「仕事はうまくいきましたが」 と万三郎は苦笑した「例によって私はヘマばかりあって九之助に怒られ同しでしたよ」そうそういつか中谷さんに助けてもらった時のあの女和光の時のですねあれにすっかり付きまとわれましてねあの女は今我々の手に押さえてあるんですがおかげでずいぶん誤解を招きましてヘマはくすくす笑った「何ですか?」 三郎がいぶかしそうに聞いたいや失礼平馬は笑いやめて言ったあの時のことを思い出したもんですからそうあの女につきまとわれれば誤解されるのは当然でしょういや誤解じゃないあの女は本気ですからね冗談じゃない中谷さんまでがそんないや私は見ていました 孫の時によく見ていましたがあの女は言ってみればあなたにクビッタですよところがあの女にクビッタの人間がいたんです万三郎は話をそらしたそれこそ夢中になっている人間が2人いましてねそのために1人はやはり我々の手で押さえましたがもう1人はそう言いかけて万三郎は不意にあっと腰を上げ 半身を起こしたそうかと彼は心の中でうめいた第六章どうしました平馬が不審そうに振り向いた万三郎がいきなり起き上がったので何事かと驚いたらしい万三郎も自分で気がついてちょっと苦笑を漏らしたいや実は今突然思い当たったことがあるんです あの女に首びったけの男ですかその一人なんですが万三郎は平馬の方に向き直った中谷さんは石黒半兵衛という剣士を覚えていますか知っています帯雄という月の秘首でなだかかったでしょう和光の時も見ましたよ、はああそうでしたね確かに和光で火世に捕まった時半兵衛が護衛についていたそれで平馬は かよに当て身をくれて万三郎を救い出すという手段に出たのであった石黒半兵衛がどうしたんです今夜のことはお聞きですねあらまし聞きましたマスヤで敵に取り巻かれた時覆面の剣士が助立ちに現れたんですそれがずば抜けた使い手でたちまち敵を圧倒したんですが何者だか全然わからないそれが今分かったんですするとその剣士が 間違いいなく石黒半兵衛だととうことですしかしそれは平馬は疑わしげに言った彼はしかし敵側の人間でしょう理由があるんですと万三郎は説明した半兵衛が加代とともに釜山へ現れたこと渡辺クランドと加代を争い焼き討ちの世に万三郎と刃を合わせたことそうして万三郎が 切ることのできるのに切らず久之助に怒鳴られながら江戸へ出て更生するようにと意見をして別れたことなど手短に話をしたなるほどいかにも三郎さんらしい平馬は微笑しながらうなずいたいい話だ河野さんが怒るのは当然だしちょっと誰にもできないことでしょうなるほどそうだとするとそれは石黒剣士かもしれませんね だってその他にあれだけ腕が立ってしかも女性に出るような人間はないんですからね万三郎はこう言ってふと暗い部屋の一宮へ目をやった「石黒半兵衛」と平馬は低い声で言った「事実その通りだとすると今夜だけではない彼はまた現れますね」「また現れるというと彼は三郎さんから目を離さないんですよ」 あなたたの情けが身に染みたんでしょう。きっといつも影からあなたを見張っていてあなたを守っているに違いないと思うそうでしょうかね万三郎はまたため息をついた私はそうであってもらいたくないんだが彼はきっと甲府へも来ますよと平馬が言った私はそう信じますね甲府へもきっと来るに違いないと。 第28編「流れる雲第1章」そのあくる日九之助万三郎の兄弟と中谷平馬太田春輔らの4人が甲府へ向かって立っていったどうかおいらも行かせておくんなさい判事は泣いて頼んだ決して足手まといになるようなことはしませんどんな御用でも勤めますから。 おおおいい。ですからお供をささせておくんなさい中谷を口説き万三郎を口説きしまいには綱にまで口添えをしてくれるようにとあいそしただが鉄之助ががんとして聞かなかった「お前たち二人には十分やってもらったもういい今度はお前たち自身のことを考えなければならん」鉄之助はこう言ってきっぱりとはねつけた。 そして、四人が出発すると、すぐ。おちずと、ハンジを前に座らせて、将来どうするつもりかと聞いた。ハンジはよほど悔しいと見え、後から後からと溢れてくる涙を手の甲でこすりながら、返事もせずにうなだれていた。おちずは答えた。ハンジに言った通りのことを、はきはきした大人びた口ぶりで、要領よく語った。 鉄之助は渋い顔をした深川一の芸者になるなどということが彼には気に入らなかったのであるそれが望みならいいかもしれないがと鉄之助は反問したしかしお前は無断で家をあげたしその女主人の旦那という人間のいわば敵に回ったようなものだから帰っても無事にはすまぬと思うがどうだうちを 開けたことは悪うございますけれどとおちつは勇ましく答えたでも人間一人の命に関わる場合ですから話をすれば堪忍してくれると思いますそして姉さんは旦那のなさることは何にも知りませんし旦那のおかさまも私がこんなことをしたとはご存知ないんですから何も面倒なことは起こらないと思いますそうかもしれない鉄之助は なお不特心な様子でおちずの目をじっと見つめながら言った「だが芸者にならずとも例えば私の家に行儀見習いとして奉公し判事は判事でしかるべき職を身につけるという方法もあるではないか」「ありがとうございますけれど」とおちずは微笑した「私姉さんに恩がありますから悪い人かいの手で」 どんなつらい目に遭わされるかわからないとき姉さんに助けられた恩がありますから今ここで姉さんの家を出るわけにはいかないんですそれは違うお前がそれを恩義だと思うのはよいがもともと人間を金で売り買いするというのが道に外れたことでそれだけの金を返しさえすれば恩も義理もないはずだそうでしょうか 地図はまともに鉄の助の顔を見た。それは人間を金で売り返するのは道に外れたことかもしれませんでも道に外れたことでも世間にはざらにありますし善言という悪いやつは大手を振って歩いていますわ 2> 第2章あなたは善言というものもご存知じゃないしそういう人間に捕まってそれこそ血の涙の出るような思いをなすったこともない。 だからそんなふうにおっしゃるんだと思いますけれど」と落ちずは続けた「私は自分でひどい目にあっていっそ死んでやろうと思ったことさえあるんです」「お上というものがありちゃんとお役人がいて人間を売り返してはいけないと決まっていても食うに困って娘を売るよりしようがないようなものは絶えませんしそういうものから血を絞るような前衛がいます」 私はそんな男のために地獄のようなところへやられるかもしれなかったんですそこを姉さんに助けてもらったんです善縁などという悪い人間を平気でのさばらせておいてどうして娘を売るほど困っているものをそのままにしておいてただ人間を売り買いするのは道に外れているとおっしゃっても私にはとんちんかんのようにしか思えません 之助はもっと苦い顔をした。あなたは金を返せばそれで済むとお思いでしょうけれど私は金は金助けてもらった恩は恩だと思いますそして落ちずは言い過ぎたと思ったのだろうちょっと恥ずかしそうな目をし調子を和らげていったこんな生意気を申し上げてどうぞ怒らないでくださいまし私うまく言えないんですけれどもう一つは 私もはんちゃんもぐれた育ちですからお屋敷勤めなんか本当は肌が合わないんです私たちには私たちの性に合ったことをする方が間違いがないと思うんですけれどそれでもいけないでしょうか鉄之助はややしばらく黙っていたがやがて静かに聞いた「お前年はいくつになる?」「はい十五です」「あ、はあ」というふうに。 之「とんちんかんなどと言われて気を悪くしたものの落ちずの言葉は彼の心を打った」「あまりに幼稚であり単純すぎる割り切り方であるが単純なだけに何やらズバリとしたものが感じられ言ってみれば体を張って生きているもののギリギリの本音というふうな印象で彼にはちょっと抵抗のできないものがあった」 私には何とも言えないやがて鉄之助が言ったけれどもそこまで考えているならともかく自分の思う通りやってみるがよかろうありがとうございますできたら私の方と連絡をしてもし困るようなことがある時にはそう申してよこすがよい事情の遺憾にかかわらず必ず力になるであろうから次に判事だが。 そう言って彼は少年を見たその方は将来に何か望みはないか黙っておらんで遠慮なく申してみるがいい一体何になるつもりなんだハンは答えなかったねえあんちゃん言いなさいよおおちがろろと言ったあんたは男だし何かご相談になっていただくことがうるせえ 黙ってろ。第3章判事は目を向けずに怒鳴ったおめえは自分の身の振り方して考えてりゃいいんだおいらのことに口を出すの黙ってろ何を怒るのだ判事お地図はその方を案じて言っているのではないか何が不平でそう怒鳴るのだ抱負へやらなかったのはお地図ではないこの私だぞ判事は 黙ってうつむいた言えないのか将来どうして身を立てるか自分に望みはないのかありません落ちずは女ながら二人の行く末についてこれだけ考えておる男のお前が何の望みもないで済むのか唇をぎゅっと引き締めかたくなに神戸を垂れたまま判事は石のように黙っていた答えなければ答えなくともよい 鉄之助は始末に困ったと見えいずれ改めて話すとしてしばらく気を鎮めておれそう言って二人を下がらせた沢野雄之助を呼んで落地図を深川まで送り届けるように命じまた小野田又平に判事を向島の青山家下屋敷へ連れて行かせたそこで又平と共に加よの監視をしながら 落ち着いて身の振り方を考えさせるつもりだったのである判事は終始無言でまた兵とと共に出て行った落ちずと判事を出してやると間もなく木池家の小田原菓しの屋敷から泉屋の娘の八重が来た鉄之助の妻子を脱出させるために前から打ち合わせていた機会が近づいたのでその念を押し方々 重要な情報を持ってきたのであった祭司の脱出は船でやる手はずであったその下屋敷は小田原町の地外れにあり一方は堀一方は海になっている海出には「邸内へ出入りする」「水門があるがこれは常時見張りが厳しいので到底望みはない」しかし堀の方は追地塀があり外は高い石垣になっているから そっちへ船をつけ塀を乗り越えて出ればさしたる危険なしに脱出できる生産があったひな祭りのヨいゼックがよろしいかと思ったのですけれど実は思いがけないことが起こりましたのでこちらへ参る前に船の用意を命じて参りました思いがけないこととは鉄之助は心が重かった彼女の許嫁が死んでいる林一郎兵衛は でで死んで遺骨になって帰ってて帰いるそれを知らせるのもつらいところへ自分の妻子を救い出す妖娠を持ってこられたのだからもともと律儀な性格だけ余計にその話を聞くのがつらいのであっただが八重の持ってきた情報の重要さはそんな感情をたちまち払拭した「昨夜遅く」と八重は語った「追従兵衛のところへ参りまして乗り越えるために」 用意してあるものが見つからずにあるかどうか調べておりましたこれは毎晩欠かさず調べに参るのですがその時海出の方で水門の開く音がいたしました第四章夜中のそんな時刻にと八重は続けたそれもずっと前から開いたことのない水門が来ましたので何事かと思って見に参りました 塀に沿って植え込みの影を回っていったのですが鉄之助はにわかに緊張したすると証しをつけない船が3杯水音を忍ぶように入ってまいりました水門の藩士に何か言わなかったかうしたかもしれませんけれどでも藩士からすぐに知らせたのでしょうか船がつきますと同時に御殿の方から提灯を持って 人人ばかりりの人が駆けつけつて参りました。そしてその船の者たちは「全部でおよそ十二三人でございましょうか提灯の光でちらと見えただけですけれどお一人だけ際立って立派な服装の方がいらっしゃいまして船から上がるとすぐに他の方々がその人を護衛するように取り囲み中の一人が親方様であるぞ粗骨するな」と申されますと「 迎えに出た人たちは地面へ膝をついて平伏しました「そうかそうか」うか「鉄之助は興奮して片手で自分の膝をきっとつかんだ」「いよいよ来た」と彼は思った左近証源だ幕府の甲賀と蒲山田辺の焼き討ちとで左近正源頼陽気が江戸へ来たおそらく大政挽回のためであろう。 さもなければかねて通帳している大名と江戸で何かことを起こすためかもしれないいずれにもせよその状況から判断してよりおきだということに間違いはないと思った見たのはそれだけだなはいそこからすぐ御殿の方へ行かれましたがお供の方らしい人が乗ってきた船のものに向かって知らせのあるまで元船は 品川沖から動かさぬようにというのが聞こえ船のうち2杯がすぐに水門を出て行きましたそして今日は早朝から邸内に厳しい触れが回り当面の間夜間はもちろん許しのある者以外はその住まいから出てはならないということになった従って脱出するにはかえって好都合だから今夜か明晩の「 夜中に結婚する方が良いと思うと八重は主張するのであった私そう考えたものですからここへ来る前に船の方へそう申し付けいつでも出せるように手配をいたさせたのですけれどいかがでございましょうかそういうことなら思い切ってやることにしよう今夜にいたしますかそれとも明日の晩がようございましょうか邸内の情勢によるから今夜と明晩 夜中一時にこちらから人を集めて、定めの場所へ船をつけておくことにしよう。はい、わかりました。八重はすぐに去ろうとして、それを見て鉄之助は決心したように呼び止め、実は、こなたに話したいことがあるのだ。と、座り直し、心を鬼にして、林一郎兵衛の死を告げた。第五章 鉄之助の話を半ばまで聞いて八重はさっと青くなり全身がブルブルと震え出した「まことになんと申しようもない」「神戸を垂れて鉄之助が言ったその場は無事に切り抜けながら追手の放った一発の弾丸で倒れたとのことだ不運というほかはないが我々はじめ当人も死は覚悟していた分かってくれるか はい、わかります。八重は微笑しようとした唇で懸命に微笑しようとしながらうなずいた「自分でも紀州へ参る時にそう申しておりました生きて帰ることはできないかもしれない生きて帰ろうとは思っていないそう申しておりました」そう言いかけた時彼女の目から涙がにわかにこぼれ落ちた。 それを拭おうともせず、唇ではやはり微笑しようとしながら八重は低い声で続けた「お前もその覚悟でもし自分が骨になって戻っても取り乱すようなことをしないでくれ万一ブ運ンに恵まれて生きて帰れたらその時はその時は婚礼の時期声が喉に詰まった。 そしてそこで我慢が切れたのであろう。八重は両手で顔を押さえながら泣き出した。やはり町人の娘だ。鉄之助は渋い顔をしてそっぽを向いた。武家の娘なら人の見る前で泣いたりはしないだろう。そう思った。そんな風にでも思って自分を支えなければその場にいたたまれなかったのである。私は 悔やみは言わない。やがて鉄之助は言った。こなたの辛さはよくわかるし、悔やみを言われて慰められるものでもあるまい。だが、林は武士として立派に死んだのだ。天下の大変にも及ぶべき陰謀を未然に潰すために武士の本分を果たして死んだのだ。八重は泣きながらうなずいた。こう申しては無情かもしれぬが、彼は 百年息災に生きるよりももっと末長く生きたも同じことだどうかそう思ってつらいではあろうが諦めてくれはいよくわかりました今後のことは及ばずながら我々が相談相手になろうあまり悲しんで体に触ってはならないまた杯はかわさずともこなたも武士の 妻になるはずであった。どうか未練なま似をしないようにこう言って彼もまた耐えられなくなったのだろう立ってその部屋から出て行った八重が帰った後、妻子救出の船に村の伊兵と添島河野進をやることに決めその手はずを済ませてから鉄之助はすぐに籠を命じて寮を出た左近言よりおきを抑えよう。 キー在住の頼きが幕府に届けもなく密かに江戸へ潜入したということは何よりの好機会である先手を打ってこの事実を押さえれば朱雀事件の本源を潰すことになるだろうそれには早いほどいいこう思って彼は松平伊豆の神の屋敷へ籠を飛ばしたのであったようやく春竹縄な2月下旬の空に しきりと白雲の流れる午後のことであった「第二十九編猿橋第一章甲斐国の猿橋が帰京として名高いのは記すまでもないだろう」。 之助はじめ4人の者は江戸へ出てから3日目に猿橋の宿へ着いた4人一緒では目につきやすいので九之助と大高助万三郎と中谷平馬という2組に分かれた泊まる駅はもちろん同じだが宿屋も別にするし出立も別 途中も常に二三丁の間隔を置くようにしていた万三郎と平馬は笹谷平吉という宿に泊まった平馬は酒が好きなので風呂から上がるとすぐに前後しらえを命じ街道の見える窓を開け放してゆっくり飲み始めた「この魚を何だと思います?」。平馬が膳の上の焼き魚を箸で押さえながら聞いた。 万三郎は首をかしげた。ここまで来る途中ずっとこれで弱らされたのである。平馬は好奇心が強いのか、それとも無量を慰めるためか、目につくものを片っ端から万三郎に聞くのである。この草は何だか知っていますかこの木は何だと思いますこの花の名を言ってごらんなさい。万三郎が知っているわけはなかった。彼には、 そういうい知識はないし興味を持ったこともなかった三銭草木中魚これといって知っているものはないのであるさて何でしたかな彼は首をかしげてさも考えるような格好をする聞いている平馬に対していきなり知りませんでは愛嬌がないからであるある程度までは考える振り星 思い出そうとするふりをするのが少なくとも一緒に旅をするものの礼儀だと思うからであるえーと喉まで出てきているんだがなんという魚だったかほほう,ほう知ってるんですかええ知ってたんですよ食べたことがあるんですねあまり好きじゃなかったと思います平馬はニコニコした海の魚だと思いますか川魚だと思いますか それですよ。万三郎は手を振った。ちょいと見ると川魚のようですがね。人はよくそこで間違えるんですが。すると海の方ですかいや、それがそう簡単じゃないんでね。川魚でなければ海の魚っていう、こいつはそう簡単なものじゃなかったようですよ。川でなし、海でなしとすると、平マはわざと眉をしかめる。ああ、では、湖水の魚ですな。 そう,ですそうです、そうです。ザブローは愛想よく笑うこいつはその、古水で採れた魚ですよ。確かに間違いありません。古水の魚です。名前は何と言いますかなその名ですがね、コッと。またしても死災らしく首をひねるので、平マはついに笑い出した。何です何がおかしいんですかいや、まあちょっと笑わしてもらいましょう。 つまり間違えたわけですかまあそうですな。と平馬が言ったこれは赤原という魚ですよ。第二章まさかね万三郎は空笑いをしたあたしが知らないと思って赤原だなんてそんな中谷さんも人が悪いですな。いや本当ですあんまり笑ったので平馬は 涙を拭きながら座りなぼしたこれはところにより季節によっていろいろ違った呼び方をしますが普通はハエ「はいこの腹のところに赤い斑紋ができると赤腹っていうのでこれは川魚なんですそれはどうも安三郎は頭をかいたそいつはどうも失敗でしたなしかし ななぜまた古水の魚だんこういうわけですかなそこは自分にも分かりませんがいや実を言うと私にはそんなような妙な癖があるんですよ万三郎は杯を取りながら話し出したいつか観音谷で綱が吹きノトを積んでいた時のことであるそんなものは見るのも初めてでなんという植物であるかさっぱりわからなかった しかし早春のことだしたぶん春の七草のどれかだと推量したので「それは夏菜でしょう」と断言した似ても似つかないフきのトだったそうでツナは失笑した上怒った「任せ」を言うと怒ってそっぽを向いた私としては並行したわけですがしかしわからないんだからしようがないですよ怒るでしょうなあの人なら。 私は、神国を羨ましいと思いますね。あっちでは、花といえば菊のことで、その他の花は全部ひっくるめて、洋花というそうじゃありませんか。万三郎は、ぐいと酒をあおった。それでいつも思うんですよ。木は木、草は草とひとまとめにしてしまったらいい。魚何ぞも、これは海魚、これは川魚、これは湖水魚。 それでいいと思うんですがね。人間も名前なんか取って男は男、女は女とひとまとめにしてしまいますかバカな会話である。万三郎ものんきだが平馬ものんびりした性分でこんな話になると二人とも飽きないのである。川魚の塩焼きに芋の馬煮で万三郎はあまり強くないが。 二人はいい心持ちそうに、杯を重ねた。そのうちに、吸い物が出た。今度は、先に聞きますよ。腕の蓋を取って中を見ながら、万三郎が言った。何ですか、この野菜は。うん、チャレていますね。何というものです。知らないんですか平馬は中の実を箸でつまんだ。わらびですよ。 わらびと聞いて万三郎はくしゃんと顔をゆがめ恐ろしいものをでも見たように慌てて湾へふたをした「どうしたんです嫌いですか?」「嫌いです大嫌いです」万三郎はわらび飯の失敗を思い出したのである彼はさらに力を込めて言った「私は一生これだけは食べません見るだけでゾッとするほど嫌いです」 第三章山国は日の暮れるのが早い残暑が一時明るく部屋に流れ込んだと思うといつかしら杯を持つ手元が黄昏れてきたこれはいけない相部屋になりそうですよ飲みながら街道を眺めていた平馬がそう言って渋い顔をした相部屋ですって入れ込みですよ つまりこの部屋へ他の客も一緒に泊まるというわけですすると銭湯のようなものですなこう言いながら万三郎も覗いてみたこの笹屋の前にも四頭ばかりの二田が泊まり人足や旅姿の侍たちが右往左往していたどこかの大名でも着いたのであろうかそれにしては鳥沢か大月に泊まるはずである 猿橋は愛の宿で大名の泊まるような設備はないように見えるが万三郎がそう思っていると間もなく女中が明かりを入れた安灯を持ってきて平馬の予言通り愛宿を申し込んだ「すみませんけど急に大勢さんのお客が着きましたでどうかお頼み申します」。女中は恐縮そうにいて 何しろ二十何人という人数ですで、ね、旗子全部に割り振ってようやくっていうわけでございますから大名でもついたのかい平馬が聞いたいいえお大名じゃございませんお侍衆だけでございます侍だけ二十四人どこのご家中だか知ってるか何でもはい甲府ご金番にいらっしゃるとかおっしゃってましたようです 三郎はふと平馬の目を見それからさりげなく言った「愛熟はいいがその侍たちは困るね」「他の旅金とか何か侍でない客にしてもらおうじゃないか」「それでよろしゅうございますか?」「ぜひそうしてもらいたいね」ではよろしくお願いいたします」と言って女中は階下へ降りていった万三郎と平馬は目を見合わせた。 そう思いますかと平馬が言った。間違いないでしょうな。と万三郎が答えた。場所は猿橋。もしそうだとしたら、仕留めるにはもってこいですな。一夫間に当たれますからね。四対二十四人なら楽なもんですよ。あ、まあ、ともかく宿杯と行きましょう。私はもう。と万三郎は、杯を伏せた。 確かめなくてはわからないが、一応 Q さんに知らせてきましょう。まあ、お待ちなさい。平馬は手で押さえた。マスヤのことがあるから、もしかしてサブロさんの顔を知っている者がいるかもしれない。河野さんには私が知らせに行きますよ。なるほど。それにしてもせくことはない。彼らが止まるとすれば、出立するのは明朝ですからね。確かにそういないと分かってからでも十分です。 あ,あ任せておきなさい万三郎は座ったするとそこへ廃宿をする男女の旅客が5人ばかり遠慮しながら入ってきた第4章夜明け前東の空がやや白みを帯びた程度で辺りはまだ暗く濃い霧が幕を引いたように猿橋の宿を深く包んでいた 橋の西のたもとに九之助と平馬が立っていた二人とも鉢巻きをしたすきをかけ袴の桃立をキュッと絞っているわらじの尾が気になると見えて平馬はしきりに足を踏みしめていた万三郎と平馬の直感は正しかった二十四人一団の侍たちは江戸の木池のもので 甲府で事を起こすために密航する途中であった笹屋へ泊まったのは5人であるが酒に酔った高声の話を聞いてそのことが2人にすぐ分かった間違いなしそう認めて2人はすぐに九之助の宿を探した狭い愛の宿のことだから手間はいらない山口屋という旅籠にいるのを突き止めて4人で対策を相談した 山口屋へ行く前に調べたところ侍は12人あとは中元小物と人足で2打が七頭あり五頭にはかなり重量のありそうな箱荷がつけてあった侍たちの中に3人これは直に見たわけではないが裏金の塗り傘をかぶった人物がいて他の侍たちの態度から見ると相当な身分の人らしいという話であった。 人に4人ならお茶の子ですな大孝助がほくほくした「1一人で3人ずつか河野さんは見物です」と平馬も気を至っただがその時万三郎が言いにくそうにそれよりも万全の策を取る方がよくはないかという意見を出した「また何か妙なことを考え出したな」「九之助は苦い顔をした」 万全の策とは何だ Q さんはすぐ怒るから話ができやしません万三郎は心外そうに言った「いいから行ってみろそうせかさないでください」ぐっと落ち着いて万三郎が意見を述べたそれは鳥沢まで誰か戻って万所の役人に出張させようというのであった4人は大目付から 地方巡検士として派遣されたことになっていて老中若年寄の藩のある手形を持っているそれを役人に示し木池の二打を検査させた上こちらが役人に助力して彼らを捕らえてしまうというのであったあの二打の中には何か武具が入っているに相違ありませんことによると鉄砲かもしれないのでそうなれば文句なしに縛れますからね と万三郎は三人の顔を見たつまり双方に怪我もなし血も見ずに済むというわけです3人とも嫌な顔をしたお前は九之助が怒鳴りかけ他の2人は大いに期待するような顔をした役人など呼んできてはせっかく存分に暴れようと思ったのが駄目になってしまうどうかそんなつまらない策は採用しないように。 と祈るような表情であった。しかし万三郎の説は正しいそれを否定する理由はどこにもないので九之助はやけくそな調子で怒鳴った「よしお前行ってこい!」そして万三郎は馬で鳥沢へ飛ばしたのであった「第五章戻ってきたようですな」。平馬がが東の方を見ながら そっちの方に馬蹄の音が聞こえ、やがて万三郎が橋を渡ってきた。もうすぐ来ます馬から降りた彼は、兄と平馬にそう言いながら、道からちょっと入った雑木林の中へ行って馬をつないだ。十七人ばかりですが、みんな馬でやってきますから、もうすぐに着くでしょう。その馬は返さないのか急之助が聞いた。 なんで必要になるかわかりませんからね。ことが済んでから返すことにします。番書では信用したわけですね。平馬が聞いた。手形があるし、大目付から急の通達があったようです。大目付から我々が立ってきた後で何かあったんじゃないでしょうか。そうでないにしても、老中が積極的に出始めたことは確かなようですよ。ひときわ、濃く、川切りが、 島を描ききながら巻いてきた三人とも着たものがじっとりと湿っているし髪の毛には切粒が美しく微小な玉をつづっていた鳥沢の板書の役人たちは間もなく牙で到着した私が支配の小林十兵衛というものです四十余りの口ひげのある男がそう言いながら近寄ってきて 三人の組頭を引き合わせた。上田三郎之助与石藤十郎武田一之丞といい上田の組の5人は槍武田一之丞は鉄砲組の頭でその5人の鉄砲にはもう火縄がかけてあった鉄砲ですかね平馬は低い声でつぶやいたこうなると我々は高みの見物ということになりそうですな。 三郎はすまな祖母に首を縮めた全体の人数を二手に分け橋を渡ったところで前後から挟むということに相談が決まった人数の配置が終わった頃ようやく辺りが白みかかり早立ちの旅客や馬などが行き来をし始めたすると見張りに立っていた太田助が橋を渡ってきて 出発の支度を始めました。と、九之助に告げ、すぐに見ごしらいをしようとした。それを見て平馬が冷やかすように言った。よした方がいいぜ。どうやら寝転んで見物することになりそうだ。タスキや鉢巻きをして寝転ぶというのも妙なものだろう。寝転んでどうするってあれを見ろよ。ひなわをかけた鉄砲が五丁。 あの通りちゃんんと控えているんだ指さされて香助は大股にそっちへ行き霧の中にいる鉄砲組の者のを見るとむっと膨れ顔になった「飛び道具か」さも軽蔑したように言うのを聞いて万三郎はますます具合の悪そうな表情をし脇の方へ避けて行きながら「なんとまあ暴力行為の好きな連中だろう」と思った。 霧がににわかに動き始めた第六章霧が動き始めるのとともにみるみる空が明るくなり東の雲が赤く染まり出した木池の一行が勢ぞろいをはじめ吹き出した弱い東南の風に霧が薄れてゆく中をやがて出発するのが見えた九之助が手を挙げたそれが配置された人々の方へと 次々に伝えられ、目に見えない何かが走りでもするようにさっと緊張が広がった行列はこちらへ進んできた先頭に甲府城御用という札を立てラカネの塗り傘に背り羽織を着た武士が2人馬上で打たせてきた槍が2人あとは皆勝ちで七頭の二打を守るような体型を作っていた 彼らが宿を出た時番所支配の小林十兵衛に牛之助と大高助が付き添い番士十人が左右に分かれてこの行列の先頭を塞いだその時万三郎と平馬は橋を後ろにしてい石藤十郎の一帯と共に行列の退路を立つように位置していたしたがって先頭の方の出来事は分からないおそらく 一荒れしますよ安三郎は兵馬を慰めるように言った彼らにとっては最後の機会ですからね甲府の貯蔵所へ立てこもって挙兵の一戦に参加しようとしてきたんですからそうあってもらいたいですなここで手をつかねて捕らえられるはずはありません噛みついてくることは必要ですよまあ見ているとしましょうその時戦闘では 塗り傘の武士の一人が馬から降りて小林支配と問答をしていた武士は年の頃四十余りでお百七寸ばかりのたくましい体つきだった眉毛が濃く目が鋭く口ひげを立てていた私は戸田下王佐神の家臣で松野次郎右衛門というものですご身分はと小林十兵衛が聞いた 戸田下の神はその時の甲府城支配である甲府城ははじめ城代制次に審判の甲府家を設けさらに柳沢家の所領となったが享保九年からまた幕府に直轄されて甲府金番支配が任命されるようになっていた戸田家ご家中の中老をお務めなさる 小林はちらと九之助を見たそれから咳をし胸を反らせながら言った実は必要があって二打の内容を調べたいのですが二打を調べる松野という武士の目が光ったそれはどういう理由ですか役目の上の必要からですバカなことを松野次郎右衛門が声を荒らげた甲府金番は老中の支配である そこもとはいかなる職権でさようなことを要求されるのか失礼ですが九之助が前へ出て懐から準権士のふさつを出した私はこういうものです相手の顔色が変わった老中並びに大目付から地方準権の命を受けて出張してきたのですお分かりでしょうか第七章 お役目の点は分かりました。松野は左右へ目を配った。しかし、二打を調べるというのは何か不信があるからでしょうが、その理由を伺いましょう。そんな必要はない。九之助は首を振った。準犬士の権限で調べるのだ。二打の内容が何であるか言ってもらいましょう。甲府城の用土品です。どういう品です 帳簿器具はどんなものです相手は口をつぐみ行列の方へ振り向いて何か合図をしたそれはまずいよした方がいいな急之助が言ったこっちにも用意がしてあるんだ悪あがきをしても逃げられやしないぜそして手を振った待っていたように。 道の左側から鉄砲組が走り出てきてすでにひなわのかかっている銃口を一斉に行列の方へ向けた松野次郎右衛門は青くなった塗り傘をかぶったもう一人の馬上の武士も行列の者たちも今日疲れた様子でその場に釘付けになったように見えた九之助が小林支配を見た二田を調べろと小林十兵衛が言った 上田三郎之助の組が出て行き七刀の二田の荷を下ろさせた九之助は一緒に行きながら人は偏れ二田は右人は道の左へ偏っていろ動くなそう叫んだ道にはもう陣馬の往来が茂くなっていたがそれらはこの一段の前後で止められ遠くから後期の目で眺めていた二田の荷が下ろされ その縄が解かれようとしたその時馬上の武士が叫んだ「かかれ霧人だ!」そして彼自身は馬にもろ角を入れ銃口を向けている鉄砲組の中へダーッと馬を乗り入れた「ただー荘園が走り銃声がこだました鉄砲組の一人が馬蹄にかけられ馬は武士を乗せたまま西へと失踪した武士は 弾丸に当たったものかどうか馬の背にぴったり伏していたが落馬する様子もなく通行を止められて見物していた群衆がバラバラと逃げ散る中をみるみる道の彼方へと消え去った「道を塞げ一人も逃すな!」「急之助が叫んだ大高助が刀を抜いたそして乱闘が始まった銃声が起こった時交尾では 平馬がにやりと万三郎を見た。万三郎さんの老婆心もどうやら無駄のようでしたな。あなたは見物していらっしゃい。私は荒れると言いましたよ。口ではね。平馬は刀を抜いた。組頭の良いし藤十郎も刀を抜きながら叫んだ。道を塞げ逃がすな万三郎は拳を上げて振った。やっぱり斬り合いか。 瞬時に乱闘が始まっていた。こうしたくはなかったのであるあ、もうしようがなかった彼もまた刀を抜いた。 第30編要害さん第一章日が暮れかかっていた甲府の城下町まで一里南町という酒織村の外れを一丁の籠が右へ折れたそこは田に挟まれた村道で向こうに古い神社の森があり周囲は青々と麦の伸びた畑や林や土を突き返した田などが続き 遠く土を打っている農夫の姿が二三見えるほかには家らしいものも目につかなかった籠かき人足は景気のいい掛け声を上げながら神社の境内へ入って行き古びた小さな社殿の後ろへ回ってそこへ籠を下ろした「やれやれ骨を折ったぞ百里も飛ばした馬のようだぜ兄 この汗を見つくれ。まず一服とするか二人は草の上へどっかと腰を下ろした片方は三十絡み片方は二十六七であろうどちらも人相のよくない男である三十絡みの人足はヒゲだらけの方に大きな傷跡がありそこだけヒゲを剃ったように見える若い方は動物的な ロドンと硬活の混じり合った肉の厚い無表情な顔で鼻がペシャンと潰れていた年上の方がタバコ入れと火打ちを出しナタマメキセルで悠々と一服つけた何年稼いでも下り坂の顔は骨が折れていけねえほら腰の骨が外れそうだぜそれおめえも一服やんねえ年上の男は若いのに キセルを与えたこの時深編が傘をかぶった旅姿の侍が一人彼らの背後にある藪の影へ近寄ってきた街道からつけてきたらしいがもちろん人足どもは気づかなかった日が長くなったなあけと年上の方が言ったもうかれこれ5時だろうがまだこんなに明るいぜ動画をくれるとなると早いぜ兄。 山国は血が落ちるとすぐ真っ暗だ旅の客の急ぐ時刻か訳もないことを言っている明らかに籠の中の客に聞かせているのであるおそらく客がじれるのを待って逆手をねだるつもりだろうが籠の中はしんとしていた2人は待ちくたびれたらしい「ええお客さん」と兄の方が言ってい ここは坂織様といって小せいけど古い由緒のあるお宮さんですが一つお参りをなすっちゃいかがですか答えはなかった。おし、お客さん。聞こえねえのかいお客さん。助と呼ばれた若いのが言った。しかし、カゴはしんとして答える声もせず、見知りとも動かなかった。寝ちまったのかな助が兄を見た。 兄はキセルの吸い殻をはたき立っていってカゴのタレをあげた中には女客がいたそれはカヨであった旅装をして鉄鋼キャハンにわらじを履いたままカゴの中で横座りになってタレが上がると静かにアニーの方へ振り向いた「こんな古い手がまだ流行ってるの?」とカヨはい。 田舎はのんきだね第2章ののな何をんだと兄は後ろへ下がひまを潰して古い手を使うことはないっていうのよお前さんたち目がないのかえよせおれ聞いたふうなことを抜かすな、まあ、立てた偉そうなふりをして さも伝報な口真似をしたってそんなことでごまかされるような半端野郎じゃねえんだおや大層怒りじゃないか私が何をごまかすと言うんだその口を寄せてんだ兄は冷笑した大月から五条界かけてマムシの八兵衛といや番所の役人もそっぽを向く笹子峠の狼も尻尾を巻いて逃げるワニさんだぞ 15の年からカゴを担いで20と1年。乗せた客が金持ちか貧乏人か、コスコこれい人間か、お人よしか。女なら人の女房かご家さんか、姫娘か若嫁かということまでちゃんとけじめがつくんだ。おめえがそんな短歌をどこで覚えたか知らねえが、いくら伝法なふりをしたってな体も手入らずなら育ちも肩にまるっきりおぼこ娘だってことは、へ この目とと肩でちゃんん見抜いていてるんだ。かよはぎょっとした不思議なことであるが体も手切らずと言われたことが自分の最も弱いところを指摘されたように感じたのであるかよは老狽したごく短い瞬間ではあったがマムシの八兵衛という相手に対して自分が全く無力な存在のように思われ顔色の変わるのが分かった しかしその時、彼らの背後にある藪の陰で、声高に笑い出すものがあった。誰だマムシの八兵衛は飛び上がった。若いスケという人足も飛び上がり、生きずえをとって身構えた。高笑いはなご続いた。かよもそっちへ振り返った。その笑い声には聞き覚えがある。確かにはっきりと覚えのある笑い声であった。野郎 誰だ八兵衛が赤くなってわめいた藪の端を回って深編傘の侍がこっちへ出てきた傘はかぶったまま大股に八兵衛の前へやってきていった貴様なかなかいい目を持っているなさっきから聞いていたがこの夫人を見抜いた眼力も確かなものだ何を抜かじゃあるかごかき人足より 乾燥戦液でもしたらどうだその方が汗もかかないし人に敬われて儲かるぞスケは歯をむいたロドンで無表情なスケの顔が凶猛な野獣のように引きつったと見ると息きえを持ち直して侍の後ろから殴りかかった侍は片足を上げかすかに肩を反らしたするとビシッという激しい音がしスケはつんのめって 湿った土の上へりのように点灯した。どうしてそうなったか、見ている目にも全くわからなかった。八兵衛は、あんと口を開け、こいつは叶わない、ということを理解しながら、傍然とそこに立ちすくんだ。カヨさん、そいつに逆手をおやんなさい。と、深編みさの侍は言った。第三章、逆手をやれ。 侍がそういうのを聞くとどう勘違いしたものかマムシの八兵衛は不意に逃げ出そうとした「あて何を逃げる」「侍が叫んだ骨に徹するような声で八兵衛は足がすくみよび腰になったまま動けなくなった逆手をもらってやろうというのに逃げるやつがあるかまだ貴様打賃も頂戴してはいないんだろう赤なやつだ戻ってこい」 え、どうかは一つご勘弁なすっていいから戻ってくるんだそう言いながら侍は傘を脱いだそれはかよの察した通り石黒半兵衛であった八兵衛が戻ってくるとケもようやく起き上がり二人で恐るろ恐るこっちへ来たこういう手合いは相手が強いとわかると猫のようになるものである半兵衛は二人をぐっと睨んでおいて 代の方へ振り向いた。「多分にはいりません打尽に少し色をつけてやってください」「不思議なところでお会いするものね」「かよは言われたものを紙に包みそれを八兵衛の手に渡しながら半兵衛を見た」「こっちの方が難物だ」と思ったのである半兵衛にもそれが分かったのだろう。ちょっと目を伏せて、な、 言い訳をするような調子で言ったぶんあなたもそうだろうが私も花田さんの後を追ってきたのだ何のためにですのそれもあなたと同じだと思うわかりませんね私の方が先に来たんだと半兵衛は目を上げた丸一日早かったのであなたの知らないことを知っているというのは昨日の朝猿橋の宿でちょっとした騒ぎがあった 例の木の字の人数と花田さんたちとが斬り合いをやって万三郎様があの方がいや大丈夫かよの驚く顔を見て半兵衛は胸を刺されでもしたように眉をしかめた彼はかよを恋していたこれまでにも分かっている通り中年の焼けるようなほとんど猛衆に近い恋であった観音だにこの方 すっかり諦めてはいたけれども今目の前で佳代が他の男を案ずるあまり顔色を変えるのを見ることは耐え難い苦痛だったのである「大丈夫心配はない」と半兵衛は言った自分の胸の鋭い痛みを懸命に抑える声であった「敵の3分の1はり死に残りは鳥沢の番所へ捕らえられた」 そうして花田さんたち4人は目的の地へ乗り込んで行ったそうです。目的の地がわかりましたのわかったから私もこの通り追ってきたんです。もう一度聞きますわ。かよはじっと半兵衛を見た。何のためにあなたがあの方の後を追うんですあの方をどうしようというつもりなんですかああ、そうか、そうですか。半兵衛は悲しげにうなずいた。 あなたは何も知らないんだなそうか私と花田さんのことをよろしい話しましょうそうすれば分かってもらえるはずだそして彼は話した第4章佳代は黙って聞いていた半兵衛はうまく話せなかった自分の気持ちをうまく話せないのがいかにももどかしそうであったしかし佳代は了解した 彼が万座風呂の温かい思いやりに対してまたそんなにも彼が落ちぶれ敵味方となっていながら剣士として尊敬してくれることに対してついに兜を脱ぎ反米それ自身を取り戻したということは万座風呂の性格を知っているかよにはよく了解ができるのであった誰だって万座風呂様にはかなわないわ かよは心の中でつぶやいた万三郎様の底なしの愛情にかなうものはありはしないわ半兵衛は語り終わった私は新しい世界を知ったように思った確かに暗い世界から明るい世界へ出たこれはまだ私の知らない初めて見初めて感じる世界だしかし私はもう石黒半兵衛ではないどういう意味で 花田さんは私に剣士として立ち直れと言ってくれた。だがそれは不可能だ。剣の道は成功連続でなければならない。私は一度切相を打った。剣士として立ち直ることは、かつて剣士であった石黒半兵衛の両親が許さない。だから私は自分の過去の償いをしようと決心した。半兵衛は初めて力強く火曜を見た。私は、 花田さんたちの仕事に陰から女性をするつもりだ。私にできるのは剣を使うことだけだが、せめてその剣でだけなりとお役に立ちたい。こういうわけでやってきたのだ。そしてはじかのの宿でカヨを見かけ、それからずっと籠の跡をつけてきたということであった。よくわかりました。カヨはうなずいて半兵衛を見た。 それ以上何も言うことはなかった。半兵衛にもかよの気持ちが分かったので、あろう。ニット微笑しながらマムシの八兵衛の方へ振り向いた貴様妖怪さんというのを知っているかえ知っております。そこから裏へ行く道があるそうだな。北原というところから茶屋越えというのがございます。よし、それをカゴでやれ。八兵衛は？ 助と顔を見かわした逆手はたっぷりいただいてやる悪事の罪滅ぼしにもなるだろうやれえようございます八兵衛はしぶしぶ承知したその妖怪さんというのが例の場所なんですのねかよはすぐ籠に乗りながら聞いたさよう猿橋で捕らえた小物の自白でそこが本拠だと分かったのだそうです私は 鳥沢の晩署まで戻って聞いたのだが聞きに戻ったためにあなたにも会えたわけです物事がうまく行き始めると何もかもうまく行くようになるのねしかし不思議ですな半兵衛が感慨深げに言った私もあなたもこんなことになろうとは思わなかったいやそうじゃない佳代さんはそうじゃなかったあなたは初めから花田さんにおっしゃらないで。 カの中かのらかよがさいに言った私もあなたと同じですわかよもやっぱりあの方に負けましたのよあの方を手玉に取る気ですっかり手玉に取られた形よさあ参りましょう籠が上がった第5章延々たる炎が夜の空を焦がしていた小さな爆発が起こるたびにその 赤い炎を稲妻のような閃光が貫き眩しいほどキラキラ光る火の粉が渦を巻いて吹き上がった万三郎は空堀の中にいた深さ五尺ばかりの空堀で爆発が起こるとバラバラ土が崩れたその堀を伝ってゆくと山腹をまっすぐに下る縦堀があるどういう戦法に使われたものかわからないがそれは 幅が約六尺深さ5尺ばかりのもので山の上から麓近くまでほとんどまっすぐに掘られていた空堀の外では激しい斬り合いが始まっていた彼はその縦堀から脱出する敵に備えているのだがまだそこへ現れるものは一人もなかった襲撃は半時前に始まったその山は洋外山といって 甲府城下から北へ一里二十丁ばかりのところにある武田氏が甲斐国に勢力を張っていた頃古府本城の出丸でもあったらしく石類や空堀や石垣などの跡が残っていたそこは甲府盆地が山へと続く深く切れ込んだ谷の奥で敵は山上の征服の斜面に本拠と貯蔵所を設営してあった。 観音谷のそれと同じく本拠は丸太で組んだ小屋が5つ貯蔵庫はやはり荒壁の大きな蔵造りで三棟立てこもった人数は後で分かったのだが160人ばかりいた敵にとってはそれが残された唯一の機械であり相当断固たる決意を持っていることは前後の事情から察しても明らかであったそこで 之助は珍しく慎重に構え甲府城と連絡を取ったこれは鳥沢の番所へ江戸から通達があったということそれは老中がこの事件に対して積極的に乗り出したことを証明するものだと思ったからであるが果たして甲府城にも同じような通達が来ていて支配が自分から援助を買って出た。だいたいた府金は 大手と山手の両支配に分かれ、各支配の下に組頭二人、金番師百人、より木十期、同心五十人。その他、武具分業、破損分業、裏立ち合い、目付け、勝手組、小武神などの助役。好きもあったが、といった組織で、野州には山手支配の岡村武大雄が。 80人の部下をすぐって参加した猿橋から馬で一掃した一人は伊沢の大官所で捕らえられていた太ももに重曹がありそこから多量に出血して弱っていたのだろうその出血を怪しまれ刀を抜いて脱走しようとしたため捕らえられたのであるがもし彼が本拠へ逃げ込んでいたとしたら事態はずっと困難になったろうと思う。 野州は極めてうまくいった。本拠では江戸から来る人数を待っていたらしい正面から登った岡村隊は何の妨害も受けずに山上へ達した九之助たち四人は谷の西側から登り二人の番詩を切って貯蔵所に火をかけたその炸裂で敵は初めて襲撃に気づきほとんど身支度もせずに切って出たのであった ひときわ高く大きな爆発が起こり空一面が閃光のために避けたように見えた万三郎は思わず首を縮めバラバラと崩れる土煙にむせてせき込んだ花田さんどこです向こうから平馬の呼ぶ声が聞こえてきた第六章おーい 万三郎は大きく答えながら声の下方を透かしてみたヘーマが堀の中を走ってきた上がってごらんなさいヘーマが言った予想した通りですよ何がです覆面の会見師ですきっとやってくるって言ったでしょつい今しがた現れて素晴らしい手並みを見せていますよ万三郎は堀の淵に飛びついた気をつけなさい平馬が叫んだ すすぐ上に敵がいますよだが万三郎は答えなかった崩れやすくもろい堀の縁に腕をかけ幾度も失敗しながらしかし素早く上へ這い上がったそこは広い平坦な大地ですぐ向こうに五宗の丸太小屋が燃えておりその炎のために辺りは真昼のように明るかったしまた煽りつける柿が 息苦しいほど熱く感じられた大地の至る所で敵味方がおしつ回しつ切り結んでいた万三郎は刀を抜き乱闘の群れの中にその人を探したその人はすぐ見つかった明日夜の時と同じように覆面をした黒装束で3人の敵と刃を合わせていたはっ石黒先生万三郎は 我知らずそう叫びながらまっしぐらにそっちへ駆けつけたその声を聞いたのかどうか会見師は大きく跳躍しながら敵の一人を斬って向こうへさっと身を隠した先生もう一度叫んで追おうとする万三郎の右手から敵の一人が槍を振るって突っかけた万三郎は危うく体をひねりのめってゆく相手には目もくれず そののままの後を追った止めなければならない万三郎はそう思った彼はマスヤの懐けん師が石黒半兵衛だと気づいた時から半兵衛が何を決意しているかおよそ察していたあの人はもう剣士として出直すつもりはないそれよりも師匠を求めるであろうそう思ったのである万三郎の情に負けたばかりではなく 自分の加護に目覚めた時それがすでに取り返しのつかぬものであり剣士としてはせめて師匠を謝らぬだけが残された道だと考えたであろうマスやへ切り込んできた時の凄まじい立ちさばきにもその覚悟がうかがえたし今度同じような機会があれば進んで師匠を求めるだろうと思ったあの人を死なせてはならない どんんななことがあってもそんな風に死万三郎はそう決心していたそれで平馬から「会見師が」と聞いた途端ほとんど狼狽して駆けつけたのであるが相手は彼の声を聞くなり逃げるように身を隠した「やっぱりそうだ」「おそらく相手の方でも自分の駆けつけた気持ちを察したに違いないそれでこちらの目から自分を隠したのだ」ということが 万三郎には痛いほど切実に推察できた第七章石黒先生万三郎は声限り叫んだ声限り叫びながら走っただがそのまま追い続けることはできなかった敵はすでにその大半を失っていたが残った者たちは皆相当な腕立ち者でしかも全部がそこを最後の場と決めそこで切り死にをする覚悟のようであった その数はおよそ四五十人と見えるが誰一人として脱出しようとか生き延びようとか考えているものはないように見えた走ってゆく万三郎の面前へまた左から右からそういう敵が襲いかかったおやめなさい無駄ですよその度に彼は叫んだそんなことをしてどうなるんですもうダメだということは分かってるでしょうおよしなさいどうかよしてください だがどの相手も聞かなかった狂気のように切ってかかり逃げると追ってきたしかも適当にあしらえるようなものではなくうっかりするとこっちがやられそうなので万三郎も本気にならざるを得なかった彼は次第に本気になった心得たさあ来いそんなふうに刀を合わせると今度は爽快と言ってもよいほどの闘志が湧いてきた全身が軽くなり 手足はバネのように柔軟な弾力を持って敵を選ばず相手になった彼はほとんど一刀で敵を倒した正面から来ても横から来ても切り込ませておいて飛び違えざま太ももへ一刀骨に徹する一刀を与えた決して他のところではなく正確に一刀太ももを切った「三郎縦彫りはいいのか?」 そういう声がしたので振り返ると向こうに九之助の姿が見えたおそらく帰り血を浴びたのであろう髪の乱れかかった顔の半面がべっとり血に染まり着物の袖が裂けて垂れていたそうして右手に刀を下げ真っ赤な炎に照らし出されている姿はまるで悪鬼のようにすごく見えた万三郎は答えなかった答えるいとまなどはない その時彼は二人の敵と対峙していた一人は槍一人は刀で刀を持った方は相当達者だったしかも槍を持った男が隙を狙っていて彼が九之助の方へ目をやった刹那猛然と突っかけてきた万三郎は大きく後ろへ飛び「やッ!」と叫んで伸びた槍を跳ね上げるとそのまま刀を持った相手へ空ぶちを入れた 相手はそれを空打ちと感覇した。それで万三郎が飛びのくところへ絶叫しながら切り込んだ十分に間合いを測った鋭い打ち込みである万三郎はかわせなかった刃を返して受け止めたが踏み込んだ相手の激しい力に押された「しまった!」体をひねろうとしたがそのためにかえって体が崩れ足を取られて転倒した「やられる」と思った。 刀を上段に振り上げた相手のつんざくような叫びと大きく見開いた目と電光のようにひらめく刀とが幻覚のようなすさまじい印象で彼の上へのしかかってきた「第8章まさに万事休す」と思った上段から打ち下ろす刀をわずかにかわしたが二の太刀は受けきれなかっただが相手は打ち込んだと見ると断 ゾッとするような悲鳴を上げて横ざまにのめっていったどうした万三郎は羽をきたするとすぐ向こうに覆面の甲斐剣士が立っていた万三郎はあっと叫んだ石黒先生だが甲斐剣士はツバメのように身を翻し再び乱闘の群れの中へと姿を消したそれを追おうとすると「待て三郎」と九之助の声がした 縦彫りはいいのかと呼びかけた時からそれまでの出来事を見ていたのだろう走ってきて叱りつけた「敵はみんな霧人の覚悟だぞ脇目を振るな」まさに脇目を振るいとまはなかった彼の言葉が終わる前に兄弟は五人ばかりの敵に挟まれた万三郎は二人を斬り九之助の右を詰めていた一人を斬った みんな肩通り太ももへの一頭であるが寸分の狂いのない一頭で二度と立ち上がれるものはなかった。九之助と立ち会っている残りの一人は刺したる腕ではないと見て万三郎は素早くそこから身を引き半兵衛を探すために走り出した。洋外山の山頂は広くはない。 半円を成した大地の参謀はすぐに急勾配の斜面で密生した干木と雑木林の間にところどころ松の大木が抜きんでて見える北側は狭い尾根で次の山頂に続いているがそちらにも甲府城の人数が配置されており敵の逃げ場もないし隠れる場所もなかった石黒半兵衛の姿は見つからなかった敵は次々に撃たれ その数が減るに従ってみるみる勢いが落ちていった小屋もいつ棟のうち燃えているのは二棟だけでその炎の照らし出す乱闘の様相はもはや最後の近いことを示し始めた万三郎は縦堀の方へ戻ったすると石類の後のところで突然名を呼ばれ立ち止まって振り返るとそこにカヨがいるので仰天した そんなことがありうるとは夢にも思わなかったしあんまり突然すぎるのですぐには自分の目が信じられないくらいだった一体どどうしたんです彼はと思ったこちらへいらして佳代は手招きをした万三郎は素早く辺りに目をやり九之助が見ていないことを確かめて石類の脇へ入っていったなんという乱暴なことをするんですか 何のたためにここんんなところへ来たんです。私のことより」と言ってカヨはそこへ身をかがめたそれで初めて気がつき見るとそこに石黒半兵衛が倒れていた半兵衛はもう覆面はしていなかった怖い髭の伸びた顔は青ざめ唇が白くなり半ば開いた目はつり上がっていたそれらは炎の明かりの下で あまりにはっきりと死の迫っていることを示した石黒先生万三郎は膝をつくとこう叫びながら半兵衛の手を握った第9章花田さん半兵衛は潰れたような声で答えながら焦点のぼやけた目で万三郎の方を見たうまくいったようですねおめでとう先生 どうしてあなたは万三郎は、半兵衛の手を固く握りしめ、声を震わせながら言った。なぜあなたはこんなことをなしたのですか私は先生に生きていただきたかった。石黒先生として生きていただきたいために。もうたくさんです。それを言われるのが何よりつらい。どうかもう,もうそのことは言わないでください。半兵衛は、 目をすぼめた万三郎の顔がよく見えないらしい言葉つきもやや舌がもつれるようであった「私はこれで満足です」と半兵衛は続けた「人間には立ち直れる場合とどうしても立ち直ることのできない場合とある」「私はよく考えた上でこの道を取りました」 師範として立ち直ることはできなかったが剣士としては無神竜の技を存分に振るい存分に戦って倒れたのです私はこれで満足です本当のところ身も心もさっぱりと洗い清めたような心持ちですよ万三郎はふっとおつした泣いてくれるんですか花田さんああそれはもったいない 私のような人間のために泣いてくれる人があるなどとは想像もできなかったこれで思い残すことは一つもなしですどうかお幸せに先生泣いているのは私だけではないもう一人いますよ万三郎はかよの手を取って半兵衛の片方の手を握らせたそうか佳代さんか。 ハンベイは顔をゆがめた。あなたには詫びを言わなければならないがもうその必要もないでしょう。さあさあと言って彼は万三郎と佳代の手を重ねさせそれを自分の手で挟んだ「花田さんこの人を頼みます」。が不意にむせび上げた カヨさんは必ずあなたを幸せにする人です。一生のことは勇気を持って掴むべきものを掴んでください。わかりますかよくわかります。この二つの手はこのまま離れることはないでしょうね。決して、それでこそ花田さんだ。ハン衛はあいながら言った。カヨさん、おめでとう。 そして半兵衛は長い吐息をつきぐらっと片方へ頭を倒した万三郎は半兵衛の手首を押さえ脈を探りながら呼びかけようとしてやめたかよはかがんだまま顔を覆って泣いたかよの泣くのは初めてである万三郎は黙って聞きながら半兵衛の脈の耐えるのをじっと自分の指で確かめていた 大地の乱闘はすでに終わったらしい。味方の人たちの呼び合う声が倒れた負傷者のうめきや水を求める叫びなどに混じってにわかにはっきりと聞こえだした「亡くなったよ」「万三郎がかよに言った目をふさいであげないか」「かよが涙にぬれた顔で万三郎を振りあおいだ」 第十章かよが半兵衛の目を閉じさせていた時万座風呂が不意に立ち上がった石類の脇を回ってくる人のせかせかした足音を聞いたのであるそして彼が立ち上がるのと同時に急之助が現れて危なく二人はぶつかりそうになったはあびっくりした万座風呂はかよを背中でかばいながらかよに向かって 早く隠れろという風うに手を振った Q さんですねどうしましたどうしたとはこっちで言うことだ Q 之助は肩であえいだこんなところで何をしていたまあそう怒鳴らないでください兄怒鳴らないでくれって Q 之助は今にも噛みつきそうに歯をむき出し目を怒らせてわめいた敵はすっかり片付いた騒ぎはすべて収まった 人数を調べてみると貴様がいない。読んでも答えはないし見たものもない。てっきり切られたと思った。死んでいるか、それとも重傷で動けないか。そう思うと俺は、夢中で探しに駆け回っていたんだ。それなのに貴様はこんなところでのんきな面をして、おまけに言うことが怒鳴らないでくれお願いです、Q さん。怒鳴る前にこれを見てください。万三郎は、そう言った。 静かに体を横に開き倒れている半兵衛の死体を見せた加代はすでにいなかった九之助は口をつぐんだじっと死体を見守りそれから弟へ目を戻した「マス屋の時の人かそうです何者なんだ石黒先生でした九之助はあっという目つきもしたすぐには信じられなかったようである」 観音谷で万三郎が半兵衛を切らずに逃がしたとき、ひどく乱暴に叱りつけた。その半兵衛が二度まで自分たちに女性をし、ついにここで切り死にをした。しかも、石黒半兵衛であることを知らせず、覆面の剣士として死んだのである。そのことが気の強いだけ余計に九之助を参らせたように見えた。臨終に間に合ったか。 九之助が低い声で聞いた満足して死ぬと言われましたと万三郎が答えた九之助はその言葉を口の中で味わうようにつぶやいてからふと弟を見ていった貴様は罪な人間だぞ万三郎は目を伏せた兄の言おうとする意味がよく分かったからであるがその時九之助はほとんど飛び上がりそうになって 誰だと叫んだ石類の陰からすっとかよが現れた万三郎は目を見張った九之助は「うっ」と言い弟の方へ振り返った佳代は静かにお辞儀をしながら言った「大七が収まりましたそうでおめでとうございます三郎九之助が怒鳴った貴様というやつは」だがそこで言葉を切ると 地をけたてるように走り去った万三郎はひらっと手を振り肩をすくめていったまた怒らしてしまったかよがくすくすと笑った第31編「朱雀」 避難第一章九之助たち5人加代も入れて5人が帰った時江戸ではもう事件がきれいに片付いていた八重が寮へ訪ねてきた明くる日の夜半に小田原菓子の邸内から鉄之助の妻子が脱出し船で待っていた村の伊へと添島河之進の手で守備よく橋場まで連れ戻した。 3月4日、桃の節句の済んだ直後に紀池から老中へ左近証言、頼興の執筆願いが提出された頼きが病気になり江戸で領地したいという理由であったその時はすでに記した通り頼興は小田原菓子の邸内に来ており徹之助の密報によって直ちに老中 松平越中の上から紀池へ極秘に通告された上中納言春富が自ら小田原菓子へ行って頼興を抑えていたのであったつまり執布願いは頼興が江戸へ潜入したことを表沙汰にしないための老中合議の工作であってこれは同時に朱雀事件全体を秘密裏に抹殺するという。 鉄之助らの初めからの意図が格悟によって認められたことを証明するものであった木池ではより頼きを求問したが事の破れたのを知った彼はその前にすべての書類を焼却しており求問に対しても何事も語らなかった世が手を挙げてしまえばあとは捨てておいても事は起こらない加担した大名もおるがこうなった以上は いかように尋問されても断じて口外はしないよりおきはそう言ったというフランスに革命が起こったそうでイスパニアからの援助が来なくなりそのために挙兵の時期を一致してしまったさもなければ日本国をひっくり返してみせるんだったがそして豪快に笑って丸三年の間楽しい夢を見たことは失敗したが 三年の間夢を楽しんだ事実は世のものだこれだけは誰にも手をつけることはできないしこの夢が破れた以上もういつ死んでも惜しくはないぞそう言い切った様子には事実いつ死んでも惜しくないということがはっきり現れていたそうであった木池の内部にいる者たちそれは橋場から護送した渡辺クランドの自況によって捉えられたのであるが 二十四人がやはり極秘のうちに処分された松島や松吉の旦那であり須崎の升屋で首脳部に指令を出していた岡様という人物はそれが何者であるかもわからず捉えることもできなかったバさんは有機藩両賀さんは甲府城それぞれの責任で始末しこれまたその後も残らないくらい 入念に片付けたこうして5月4日すべての処理が終わり一度和歌山から出布した形式で左近より頼興が帰国すると夜の現れる気配もないと判明したので朱雀調べに関する書類を老中立会のもとにことごとく焼いてしまった長所焼却の日には花田三兄弟をはじめ 中谷平馬小野田又平太田助村野伊平沢野雄之助梶原大九郎添島幸之進死んだ林一郎兵衛の代わりとしてその兄の五郎左衛門ら十一名が登場し老中から老を射された上それぞれ恩賞の沙汰があった井伊家の小出達也大久保家の牧田一馬も 藩主から奉承されたし河野の綱木島加代泉屋の八重にも花田哲之助を通じて非公式の資金が下がった第二章これより先旧之助は木池で河野を再興し万三郎は養子先の吉岡伊賀家へ戻ったそして5月4日に長所焼却のあった日の夜 麹町六丁目にある花田家で2組の祝言が行われた久之助と綱万三郎と加代その席へは中谷平馬ほか8人も出たし特に半次と落ちずも招かれ式の後は賑やかな主演になった話はもちろん一年来の奔走のことが中心であるが全て極秘という原則からみんな 表現を慎んでいるため知らない者が聞いていたとしたら何を話しているのか理解できなかったであろう「しかしあれですな」と中途で平馬が言った「今日老中から恩賞の沙汰がありましたがその原因であるザク調べという事実が灰も残らず隠滅されたというのは少なからず妙な感じのものですな中谷さんもそう思いますか。 万三郎が酔って真っ赤になった顔を振り向けいかにも同感だというようにうなずいた「温床などというものは全く記録されるような功績に対して賜るものなのに今度の件は全然それこそ塵も残らないくらいに書き消されてしまったのですからね我々が死ねばこんな事実があったことさえ知るものがなくなるんですから」 そう思うと、全体として何かしら妙な心持ち。ちょっと何と言ったらいいか、その、どうした九之助がじろっと見ていった。どんな妙な心持ちなんだ言ってみればまあ、その、安三郎はふらっと手を振った。その、あれですよ。こう、きれいさっぱりとすべてが、水に流されたところは、 一層風流といった感じじゃありませんか当てずっぽうなことを言うやつだこのために幾人か死にみんな命がけで働いたのに何が風流だ無論その点は厳粛ですよ万三郎はちょっと頭を下げた河野家の犠牲者林一郎兵衛また敵側の少なからぬ死傷者や断罪された人々に対して 心から抵当するというふうであったそうしてそれから顔を上げていったしかしですねそれだけの事実がまるっきりないものになったというところはどうも私には風流とでも言うほかに感じようがないと思うんですよ私もそんな気持ちですな中谷平馬が言った人間の栄枯聖水、一年の春夏秋冬 およそとどめることの不可能なものに執着しないのを風流心とすればこれまさに風流と感じるより仕方がないでしょうこの時ンジは落ちずと二人で広宴に出ていたンジは木綿島の一柄に角帯を締めていた落ちずは髪をきれいに結い上げ化粧をしその頃流行した秩父犬の派手な 高島のひとえにうぐいすいろの地にボタンを染めた羽布帯とクロジュスの帯を締めてこの前より一層大人びて見えた。ハんちゃん、あんた船宿に入ったんですってね。おちつがそっとハンジを見た。第三章。うん、仙台がしの船玄ってうちだよ。ハンジはまぶしそうな目をした。あら嬉しい。 仙台菓子のの船さんなのお地図は二度飛び上がったすると紙に刺した花かんざしのビラビラが美しく揺れた花田さんの旦那はもっと真面目な商売をしろって言うんだパキントの店へ奉公するとか大工か社官差物職なんぞでもいいって言うんだけれどおいらは駄目だおいらにはそんな堅苦しいことは向かねえんだ それは自分がよく知ってるんだから。そうよ。ハンちゃんにはそんなの似合わないことよ。だから俺は、船宿の先頭ならやるって言ったんだ。金杉にいる自分、船は漕いだことがあるし、船は好きだから。ハンジはちょっと落ちずを見た。そうしたら、あなたの旦那が前からごひいきだったってよ。船源へ自分で連れて行って頼んでくれたんだ。確かに預けた。間違いのないように、 腕のいい銭湯に仕込んでくれ。ゆくゆくは株を買って船宿を持たせてやるんだからってよまあいいことそれじゃあんちゃん船宿の旦那になるのね押してくれ旦那なんてからじゃねえよよかったうれしい落ちずはいきなり判事の手を取りそれを振りながら高ぶった声で歌うように言ったあんたが「ふな」って看板を出す頃には私 なで大の姉さんになってみせるわ。それまでにできるだけ稼いできれいに引き祝いをして奈半の町場へ座るのよそれまで二人でしんぼ照しいよね半ちゃん私たち運がよかったのよこんなに運のいい人ってそうありゃしないわよかったね、はんちゃんおちずは半次の手に頬ずりをし低く祈るようにいた。 お願いです神様どうぞこの運が壊れませんようにそしてクッと泣き出したハンジは途方に暮れて顔を背けたが彼の目からも涙がポロポロとこぼれ唇が引きつった彼もまた心の中で祈った「神様どうか地コーの願いを叶えてやってください」もう二度とチーコーを 不幸せにしないように守ってやってください。その時、座敷から。どうしたんだその二人は。と万三郎の呼ぶ声がした。祝いの席から無断で抜けてはいけないな。話が済んだら来て座れ。また、うまいものが出てきたぞ。ハンジと落ちずは赤くなり、目を見交わしながら、座敷の方へと戻った。ハンジは、 三郎の隣へ座り落図は給仕の手伝いに回った綱や加代が花嫁衣装を脱いで悦之助の妻の幾代とともに手工を運んだり釈をしたりしているので落図も見てはいられなかったのである深川一の名義になるんだそうだからな平馬が笑いながら言ったそうなると 俺のような旗本の四男坊には高嶺の花だから、今のうちに酌をしてもらうとしよう。あら、皆さんならお金はいただきませんわ。おちずもきれいにやり返した。ここにいる皆さんなら他のお座敷を断ってもお酌をしに上がりますわ。どうぞご贔きに第四章おちずの巧みな応対で座も賑やかになるし、判事も。 みんななのの話題の中心になった。万三郎はまだ岡様のことが気になるのでお地図が尺をしに回ってきた時その後の様子を聞いてみたしかしあれ以来ずっと松吉も会っていないという「月々のお手当は来るんです」とお地図は言ったいつも旦那の来る黒江町の地図というお茶屋さんへ 決まって20日の日にお手当が届くんですけれど使いの人はその度に変わっているのとどこの誰から頼まれたかも知らないんですって不思議なことをする人物だな姉さんも困っていますわ義理も悪いしなんだか気持ちが落ち着かないってですからお手当はそのままちゃんとしまってあるんですのよ万三郎は渋い顔をしたこの人物だけが未解決だ 蕨めしで辛き目にあっているので彼としてはその正体が知りたいしできることなら対決したい相手であった「だがまあいいだろう」と万三郎は自分に言った「もしかすると将来意外なところで会うかもしれないしそうでないにしても一つくらい解決のつかないことのある方が含みがあっていいかもしれない」 あの船の老人を思い出しますね、花田さん。じゃない、吉岡さん。向こうから小野田又兵が呼びかけた。絹川べりのつなぎ船にいた友吉じいさんですよ。どうしていますかね。さあね、あのまま伝右衛門の家にいるか、それともまた船をつないで、一人でのんびり暮らしているでしょうな。勇気の町の大飯という飯屋。 そこであった小のの下男の虎像そんなことが次々に思い出されたまた例の金杉のゴンアニーの子分の三島やヘジ重の話が出て判事が腕まくりをした「あの二人の野郎今度どっかで会ったら物も言わずに殴りつけてやる二人とも手か足をぶっくじいてくれるから」などと息巻いたのでみんながわーっと笑い出した。 鉄之助は酒は飲まないたちであるが今夜はかなり杯を重ねたと見え真っ赤に酔った顔で一座の人々を眺め回していた感慨無料といった目つきであるブーンに恵まれたのだあれだけの仕事をして欠けたのは河野家の二人と林一郎兵衛あとは皆無事でここに集まっているそんな風につぶやいているようであった 九之助は亡き妻の妹と結婚し、立派に河野の仮名を復活した。万三郎も。いや、あいつは相変わらずおかしな奴だ。かよという娘も妙なものだ。うん。しかしどこかしら似合っている。おかしな奴と妙な娘だが、案外あれで似合いの夫婦かもしれない。鉄之助は満足そうに微笑した。九時に祝宴は散会した。 帰り自宅をしている時佳代が万三郎に耳口をした「行ってお別れをしていらっしゃいよ」「からかうような目つきである」「誰に」「分かっているじゃありませんか綱さんによ」と佳代は言ったその代わりあの方と口を利くのはこれ限りよ私やきち焼きですからね」第5章。吉岡の家は、 湯島聖堂裏の高台にあった養父の囲碁と西女はすでに金目の控え屋敷の方へ隠居しその家には中間二人下墨崖などが残っているばかりだったあらまだだめよ着替えをして寝前へ入ろうとすると加代が手を広げて止めた「今ちょっとお化粧を直すんだから待っていらっしゃい」。 ほんのちょっとだからどうして待つんだそんなことをお聞きになるものじゃないわそこに座っていらっしゃいこんなふうに字に書くと乱暴に見えるがかよの口から聞くと子供っぽくて甘くしっとりとしてほ笑ましいくらいである綱さんになんておっしゃって水おしろいを手につけながらかよは横目で万三郎を見た万三郎は手を振っ 特別なことは言いやしないごく当たり前な挨拶さだから何ておっしゃったのうーんその長いこと色々とご面倒をかけましたってさあの方はなんていいえ私こそそれから大変ぶしつけなことばかり申し上げましたどうぞお忘れくださいおい冗談じゃないつまらないことを言わせないでくれ 万三郎は口を尖らせた。かよはいたずらっぽく笑って。あなたどんなお気持ちだった正直におっしゃってよ。いざとなると別れるのが辛かったんじゃなくって。正直に言えばほっとしたさ。万三郎はつい釣り出される。俺はいつも叱られてばかりだからね。あの人の前にいると必ず何か失敗するんだ。 あの人がきちんと済ましてじっとこっちを見られるとヒヤッとするからねなんだかいつも怖いおばさんににらまれてるような心持ちだったよあらそうかしら佳代は満足そうに今度は唇へ紅を刺しながら言っただって向う島の青山様の下屋敷であなたははっきりおっしゃいました私と綱さんとは言い可づけも同様です そうでしょ私は怒りっぽい方じゃないが全然怒らない人間でもないんだぞまあ嬉しい佳代は化粧を終わってこう言いながら万三郎の手を取った私まだあなたの怒りになったのを見たことがないでしょあなたは我慢強くていつも親切でお優しかったでも怒ったらどんなに素てきだろうって私いつも考えていましたのよ さあよかったら寝ようじゃないか万三郎は照れたように目をそらせながら言ったかよが穴声で言ったねえ立たせて万三郎は手を取って助け起こしたかよはぴったり寄り添いながら寝る前にお酒きをするのお酒きだってまたかええお寝までよそれが本当の。 固めの杯って言うんですそう言って襖を開けた六曲の屏風を回した中にヤグが述べてあり祝いの禅が置いてあったそれらのものを絹アンドンの柔らかい光がなまめかしく照らし出していた第六章二人だけでかよの言う片目の杯を済ませた。 それまでウキウキとはしゃいでいた加代は杯が終わった途端静かにうなだれてしんと沈黙した白羽豚への寝巻きに時色のしごきをしめ髪の毛は溶いて背に垂れている豊かにくびれた腰の線や重たげに張り切った胸の膨らみが白一色に消されていつもの陽気で老衆にあふれているかよとは全く別な しかし初々しくほとんど正常な印象を与えるのであった何をしょげているんだ万三郎が手を伸ばしながら言った心細くなったのかカヨはそっと頭を振った差し伸ばされた万三郎の手には気がつかないらしい見ると膝の上へぽとぽと涙がこぼれ落ちた万三郎は狼狽しどうしていいかわからなくなった むやみにカヨがいじらしく、哀れなように思われ、いたわり保護してやりたいという、激しい衝動に駆られた。私がついているからね、何も心配することはないんだよ。彼はそう言いながら膝を寄せてカヨの手を取った。もうカヨには決して苦労もさせないし、悲しい思いもさせやしない。どんなことが起こったって、きっとカヨを守ってあげるよ。 かよは万座風呂の膝にうつぶし彼の手へ自分の濡れている方を押し当てながら声を殺して結び上げた万座風呂が片方の手で髪を撫でるとその手も取って二つの手激しく頬ずりをし厚い唇を押し付けた困るよかよ万座風呂はすっかり上がってしまい胸のあたりが苦しくなった どうしたらいいんだかよは不意に顔を上げたそして涙にぬれた方を手の甲で子供のように拭きながら笑い出した万三郎はほっとしこれも誘われて不器用に笑い出した「困らせてごめんなさい甘えてみたかったの」と佳代は言って万三郎を優しくにらんだでもあなたってなんてそう 言いかけたかと思うと急に燃えるような目つきになり素早く立っていって絹あんどんを消した真っ暗になった根間の中にびっくりしたような万三郎の低い叫び声が聞こえた明くる朝早く若夫婦が狭い庭に立っていた万三郎は左の手に大きな鳥籠を持っている それは深川のいい家にあったもので中には七羽の紅雀が入っていた「そら生まれ故郷へ帰れ!」万三郎は籠を開けながら言った紅雀の一羽がパンと飛び立ち続いて二羽また一羽が舞い上がったかよは夫に寄り添って腫れぼったい目を細めて彼らの飛び去るのを うしたたように眺めていた残りの3羽も籠から飛び立ちしばらく庭の葉桜の枝で鳴き交わしていたがそのうちに次々と高く舞い上がって爽やかな朝空のかなたへと消えていった「無事にお帰りさようならー」万三郎が手を振りながら叫んだそれからその手を妻の肩に回していた。 「これで残りなく片づいたよ」。いいえ、と佳代が夫を見上げながら言った私たちの日が始まるんですら。山本周五郎作「風流太平記全文」。 「読み切り作者の言葉」「風流太平記山本周五郎」「歴史の中には闇から闇へ抹殺された出来事が多いこの物語もその一つではあるがその事実よりも内容の桁外れなところを書きたい」「科学の進歩は人間の空想や夢の極度にまで達したがそれゆえにこそ 空想や夢が必要だと思う「時代は徳川氏の末期御三家の一である某藩がイスパニアと結んで政権を転覆しようとしたが危うく摘発され大事に至らなかったその陰には旗本三人兄弟と二人の女将の命を懸けた奔走があった私は交渉や謀衆を抜きにして この五人の活躍を書きたいと思っている。四国新聞夕刊昭和二十七年十二月六日。この作品風流太平記は、昭和二十七年一九五十二年十二月から同二十八年七月まで、二百十二回にわたって四国新聞他に連載されました。 作者40代の終わりから50代にかけての円熟期の作品ですこの後昭和28年から32年まで小説期昭和28年には映画物語昭和29年から33年にかけてはもみの木は残ったと大作が相次いで執筆されましたこれにて全文読み切りとなります ご視聴ありがとうございました。